彦坂サ夫は元協定選手。選手登録番号は1515 15。現役選手時代は帝王の異名を取った。最初の選手登録地は出身地の静岡であったため、静岡支部所属であったが、後に千葉へと移り支部も東京支部に移籍する。彦坂は協定会に大記録を数多く樹立している。主な記録だけでもこれだけ保持している。 起勝率1位回数は20回で、歴代2位の野中和夫でさえも10回であり、彦坂のこの記録は突出している。歴代3位は今村豊の9回である。連勝記録の37についても、歴代2位の同記録は山岡豊都市の25であるので、かなりの差がある。さらに最多対記録である連続優勝回数6回も保持していたが、2007年7月29日に、 前本安一が7連続優勝を果たしたため、塗り替えられた。彦坂のライバルとして、まず挙げられるのは、SG が4冠制となってから、最初のグランドスラマーである岡山の北原ともである。北原とは、同年代ということもあったが、いろいろな面において、ライバル心をむき出しにし、また、この両裕はいろいろな面において因縁があった。1970年に、 床鍋協定場で行われた全国地区対抗競争で、彦坂は SG 初優勝を果たすが、2着が北原だった。また、北原がグランドスラムを達成した1978年の総理大臣杯競争では、実は彦坂も完全優勝に大手がかかっていた。そして、北原以上の強敵が後に現れる。モンスターの異名を取った野中和夫である。 野中は25歳でデビューするというおさだったが、SG を優勝するのは、その5年後の1974年。この年野中は、笹川賞競争、モーターボート記念競争、全日本選手権競争と SG3 連覇の異業を、最初に達成。起勝率第一位も1972年前期、1976年前期までの、間は、彦坂と野中の2人だけしかなっていない。 野中が不正行為を働いたということで一時協定会から事実上の追放処分を受けたことがあった。しかし結果的に不起訴処分となり、間もなく野中は復帰することになるが、1982年、蒲氷協定上で行われた第28回モーターボート記念において、野中は試行者希望選手枠で出場。この大会が SG 大会としては復帰初戦であった。 野中は優勝戦へも進出したが、ここで彦坂と激突。1コースに構えた野中に対し、5コース周りの彦坂は、トップスタートを決めて、野中にプレッシャーをかけ、2周1マークに置いて、差しのハンドルを決め、そのまま押し切って優勝した。この大会の優勝戦では、話題性や勢いに乗る野中が人気の中心となっていたが、彦坂は野中打ちを果たしたと同時に、 彦坂が SG の優勝戦において野中を直接対決で破ったのはこれが初めてであった。1985年福岡協定場で行われた第32回全日本選手権競争優勝戦においてこれまで唯一取り残していた SG タイトルを見事制覇。史上3人目。4冠制となってからは北原智次に次いで史上2人目のグランドスラムを達成した。 さらに、彦坂の偉業は続き、翌1986年より新設された優勝賞金3000万円の賞金王決定戦の優勝戦にも登場。人気を背負っていたのは、当時無冠の帝王と呼ばれた香川の秋正人であったが、彦坂は2コースから差しのハンドルを決め、秋の悲願を打ち砕いたと同時に、初代道大会優勝者となり、SG 五冠制となってから、 最初のグランドスラマーとなった。賞金王決定戦歴代優勝者の中で、長らく関東在住者は、この彦坂だけであり、2012年に山崎智也が優勝するまで26年間にわたって、関東から賞金王は出ていなった。1988年3月、彦坂は戸田協定場で行われた第23回、総理大臣廃競争において、 同大会3度目の優勝を果たした。この時すでに47歳であった。ところが、1988年9月4日に部品持ち込みを行ったことによる整備規定違反が発覚し、彦坂は気流協定上から1年間の出場停止処分を受けた。彦坂は持ち込んだことは認めたが、レースには使用していないと弁明した。 気流協定上の開設32周年、競争において、整備違反の行為を行ったという理由で、選手会が規定により、彦坂に対して引退勧告を行ったというニュースが報じられ、同年9月、整備違反による彦坂の引退が正式に決定した。彦坂のその後の消息は、千葉市内で実業家に転身し、日本国外にも進出している。ありがとうございます。